今日からリーグ戦開幕です。今シーズンも始まりました。その初戦のゲーム、この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。この時間はロッテナム対マンチェスター、こちらの一戦をお楽しみいただきます。ロッテナム最終ラインまでボールを下げる、ラメラ裏へ届くか、自分で行く、カウンターを仕掛けます。スルーパス、このパスが抜ける、ボールを受けて、どうだ、シュート、いやーどうでいきます。ロッテナム縦へのボール、サイドを縦に走らせます。抜けてくる、ミドル、うわー来た、勝ち越し、いやー素晴らしい、試合をひっくり返します。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。そうなんですね。フィールドのある選手に裏を取られると、決定的なピンチになりかねないです。出ていけー、きたー。マンチェスターとしては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。これはファウルでしょう。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。直接、マンチェスター先制、素晴らしいプレーでしたね。ここへ来て試合が動きます。裏へ届くか、マンチェスター堅いディフェンス、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。かわした、さあどうだ、このシュート、決まった、追加点、マンチェスター、突き放します。攻守が入れ替わってからの一連の流れ、見事でしたね。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いやー、この采配は終わったでしたね、はい、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。さあ、つながるか、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。ガブリエル・ジェズス、裏へ届くか、スルーパスを出す、シュートレンジです、来た、シュート、マンチェスター下がったことによって相手中央のディフェンスを引っ張ることができますよね、そうするとそこにスペースができるので、はい、味方選手が飛び込んでくるという形ですよね。なるほど、そうするとさらに飛び出した選手の場所にスペースができますよね。そうなんですよね、そこに別の選手が、シュート、決まった、先制、マンチェスター。これはもう相手チームはどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動きが、フォーデン、さあ持っていく、渡ります、シュート、いやー追加点、マンチェスター、これで3ゴール差になります。これは一瞬のスペースを見逃さず、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。蹴り出します。柔らかいボール。これ仕掛けるか。アグエロ、
アグエロから緩いフィードボール、アンドリュー・ロバートソン、ポグバからアグエロ、スターリングからのパス、シュートに行くか、低いボールだ、ポグバ、さあアグエロシュート、来た、先制、マンチェスター、リバプール相手に先制点をもぎ取ります。北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、もらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える、見るという、これまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。これはファウルではありません。抜けてくる、この位置で受ける、シュート、来た、同点、リバプール追いつきました。いいですね、流れ来てますよね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められない。シュート、決まった、勝ち越し、マンチェスター、ロングフィードで狙う、そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。シュート、決まった、追加点、ここからもうチーム全体で時間を使いながら、まあ、そういった感じになるでしょうね。マンチェスター、この前の月のマンスリーレポートで後半75分以降の得点が多いとデータにありましたが、今日もその通りの展開になりました。スペースで出す、シュートもあります、シュート、中で味方の選手が待っている、大きく縦へ、さあカウンターのチャンスになります。プレッシャー、裏へ届くか、シュート、決まった、先制、マンチェスター、さあつながるか、抜けてくる、もう一回フリーだ、さあシュート、マンチェスター、追加点。この時間はマンチェスター対マンチェスター、こちらをご覧いただきます。マンチェスターとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。ポグバから大きく縦へ、裏へのスルーパス、スターリングからベルナルド・シウバ、スルーパス、裏へ抜けた、抜けてくる、シュート、来た、追いついた、すぐまた決めて追いつく、この短時間の流れは非常にいいでしょうね。相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。そうですね、しかもシュートの位置も最高でしたよね。相手の守備はその前にもう対応遅れてましたからね。結果的に開けてはいけないエリアにバイタルができてしまいましたよね。しかしこういうチャンスを突いて決めるあたりが素晴らしいですよね。シーズン5ゴール目となります。これで今日のゲーム面白くなってきました。よく取り返しましたね。このままいけば、わっと来た、1対1、勝ち越し、マンチェスター、できます、自分で行く、来た、シルバー、アイディアは良かったんですがうまく足に当てることができない。まあ、今意図的なのか少しループシュートを狙ってきましたよね。マンチェスター、相手カウンターをしのぎましたが気を削ってしまいました。先ほどのファールはイエローカードが出ていました。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。これを直接狙った、おお、マンチェスター、素晴らしいゴールでしたね。まあ見ていてここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。
ゴールに吸い込まれていきます。精度の高いキックでしっかり決めてきますよね。どうだ、シュート、果敢に狙っていきましたが、ここで長い笛。5対3、マンチェスター活動をものにできません。敗れました。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。絶好の位置で受ける、フリシュート、決まって先制、マンチェスター。これ打つモーションまでの前が、草澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、全然そうでしたよね。ロドリゴ、ベンタンクル、ベンタンクルからストーンズ、ガブリエル・ジェズス、来た、シュート、来た、決めた、マンチェスター。そうですね、足が遅いディフェンダーなんかは、はい、こういった守り方を好んでやってますよね。まあ、自分の短所をカバーする守り方というところでもあるんでしょうか。そうですね。ここは中に入る、裏のスペースへ、シュート、先制、マンチェスター。後半に入って試合が動きました。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはこれがシーズン6ゴール目になりました。さあカウンターを仕掛けます、バルブエ、ドリブルで仕掛ける、カウンターを仕掛けていきます、シュート、きた、マンチェスター、メンバーチェンジをします。さあマンチェスター、同時に2人の選手が入れ替わります。さあワトフォード、待望の1点をもぎ取っています。足元大事に行きます、さあジェズス、シュート、ピンチのシーンがほとんどですね、はい、とにかく裏に抜け出されないようなポジショニングを心がけるような指示があったんです。危ない、ここで丁寧にボールを扱う、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。シュート、来た、勝ち越し、マンチェスター、試合をひっくり返します。一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そう試合で何回も訪れないんじゃないでしょうか。マンチェスター、ここでファールをもらいます。先ほど犯したファールでイエローカードをもらっています。およそ30メートルというところです。うわー、来た、ドーター、マンチェスター、すぐまた決めて追いつく、この短時間の流れは非常にいいでしょうね。直接ゴールに叩き込みました。いやもう素晴らしいの一言ですよね。はい、あの位置から決めてこうという意識の高さと、実際にそれを決めてくるキックの質、もうパーフェクトですね。デブライネ、今シーズンの3ゴール目となります。これでファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。さあ北澤さん、前半振り返って一言お願いします。一つ挙げるとすれば追いついた形ですよね、うん、はい、先制点を奪われた後、ええ、相手にペースを握られる前にすぐに取り戻した。そうですね、こういった意識の切り替えができるっていうのは、どうだこのシュート、勝ち越し、マンチェスター、試合をひっくり返します。ディフェンスの寄せにあっていたんですが、物ともせずシュートゴールです。上がっていく右サイド、足元大事に行きます、
スターリングからデブライネ、裏へのシュート、来たマンチェスター。さあさらに点差が開いています。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか。いや、もらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応くれましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。さあマンチェスター、2点差にリードを広げてリスタートです。マンチェスターとしては、まあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。レスターとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを、ミドル、おお、追加点、素晴らしいプレーでしたよね。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応を遅れてしまうんですよね。ロドリゴ、ベンタンクル、ベンタンクルからスターリング、ボール入りましたよ。いいボール入りますよ。シュート、ゲット、マンチェスター、目が離せませんね。中央へ、チャンスでしたけどもね。そうですね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。ふわっとしたボール、裏へのスルーパス、裏へ抜けた、惜しい攻撃でしたけどもね。追っちゃうかな、打つか、シュート、これはゴラッソ。いやー、なんという、ブルノイン引きましたね。さあカウンターだ。さあ左へ預けて、スペース出ましたね。いや、少しいい形になりかけたんですけどね。ここは中央切り込む、スルーパスを出す、いいボールだ、シュート、いやー、先制、マンチェスター優勝へ大きく近づくゴールが決まりました。今のはあっという間に決まってしまいましたね。そうですね、得意の形でしたし、このボールは繋がりません。長いボール縦へ、ここで笛です。クラブインターナショナルカップ発射決定、世界の全てのクラブチームの頂点に立った瞬間です。しかしここで敗者にも惜しみなく拍手を送りましょう。晴れ晴れとした表情、誇りにあふれるというこの表情、サッカーの素晴らしさ、フットボールの素晴らしさ、世界が体験しました。縦へ、ロドリゴ、ベンタンクル、スルーパスを出す、抜けた、来た、チャンスだ、さあ左サイドへ、一人で持っていく、さあシュート、シュート、フォーデン、カウンターを仕掛けていきます。おお、詰めてきましたね。中央上がっていきます。シュート、決まった。
った追加点マンチェスター、追加点が決まりました。これで差は2点。これはもう相手チームはどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなシュートでしたね、今日は気をつけなきゃいけないですよね、慎重に入るべしということでしょうか。マンチェスター、昨シーズンのマッチではホーム戦アウェー戦ともに勝利し強さを見せつけました。ここでファールをもらいます。深い位置からのセットプレーになります。さあ誰に合わせるのか。フリーキックから頭で合わせてきました。いいシュートでしたね。足出しを敷いてしっかり頭で決めてきましたからね。今シーズンも3ゴール目となります。プレスかけるか、どうだ、カウンターを仕掛けます。サウスハンプトンとしては先ほどから守備をする際は中央に人数が集まってますよね。確かにそうですね。北澤さん、この意図は何ですか。シュート、いやー勝ち越しマンチェスター。北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、続いて確実に決めてきましたよね。今シーズンの3ゴール目となります。プレッシャー、ここでファウルがありました。ジチェンコ、今のファウルには注意があったようです。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。そのままキーパーが抑えました。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。スペース出ましたね。シュート、追加点マンチェスター。これで差は2ゴールになりました。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも